ジェシー・オーエンスはアメリカの男子陸上競技選手。1936年ベルリンオリンピック男子、短距離、跳躍種目のそれぞれに優勝し、4冠を達成したことで知られている。黒人奴隷をルーツとするアフリカ系アメリカ人の貧困家庭に生まれ、子供の頃から働きながら練習をしていた。中学で陸上競技のコーチをしていた教師チャールズ・ライリーに見出され、 全米トップクラスの選手として活躍するようになる。オーエンスは腕を深く折りたたむ独特のフォームで当時としては驚異的な速さで走ることができた。1935年5月25日にわずか45部の間に5つの世界記録と1つの世界大記録を樹立し、陸上競技の歴史にその名をとどろかせた。このうち、 総幅飛びで記録した8メートル13の記録は1960年にラルフ・ボストンに破られるまで25年間世界記録として輝き続けた。ベルリンオリンピックにおいてオーエンスは、まず100メートルの予選でオリンピック新記録を樹立する。決勝では、合法と共に飛び出しリードし追いすがってくる、同じアメリカのラルフ・メトカーフを約1メートル抑え、一つ目の金メダルを獲得した。 総幅飛びは最初の2つの跳躍がファールになり苦戦するもドイツのルッツロングにアドバイスを受け予選を何とか突破する。一転して決勝では誰もオーエンスの上位3つの記録に寄せ付けないという圧倒的な力を見せつけ2つ目の金メダルを獲得する。翌日オーエンスは200メートルで2位に4メートルほどの大差をつけ 何なく3日間で3つ目の金メダルを獲得する。さらに4日後には、オーエンスは400メートルリレーの第一走者として出場し、アメリカは世界新記録で金メダルを獲得、オーエンスは4冠を達成した。この大会は、当時のドイツの指導者であるアドルフ・ヒトラーとナチス党が、持論である白人種の優越性を証明することを望んだ大会である。しかし、 ベルリンの人々はオーエンスをオリンピックのヒーローとして迎えた。オリンピック後、オーエンスはアメリカのみならず世界における陸上界の英雄的な人物となったものの、その後の待遇は彼の功績に似つかわしくないものであった。アメリカ本国では黒人差別のもとに馬と競争させられたり、賞金稼ぎの競技に参加したことから、 アマチュアの地位を取り消された上に、その後破産するなど、波乱の人生を送ることとなった。また、1968年メキシコシティオリンピックで、トミー・スミスとジョン・カーロスが行った、ブラック・パワー・サリュートを批判して、白人に迎合しているとの批判を浴びたこともあった。しかしその後、事前活動を行うなどしてその名声と地位を取り戻した。これらの功績により、 1976年に大統領自由勲章を受賞した。ありがとうございます。